皆さん、こんにちは。先日のジェフコブ選手とのスペシャルシングルマッチを制し、1.4 東京ドームのメインイベントが確定となった内藤哲也選手、膝や目のコンディションは依然も万全とは言えない中、長期巡業をこなしています。年を重ねるごとにコンディションの調整は難しくなりますし、ベテランと呼ばれる選手たちも万全で試合に臨めていない場面も目にします。以前行われたネバー6人タッグ、岡田選手、石井選手、棚橋選手ら王者組に、天山選手、真壁選手、タイガーマスク選手組が挑んだ試合、王者優勢で試合が進むも、ベテランチームの奮闘に会場は大盛り上がり、長年新日本を支えてきた意地を見せつけました。天山選手の付き人であった内藤選手もこの試合にはいろいろと感じていたようです。今回は内藤選手の付き人時代、天山選手について何を語っていたのかをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。2006年5月27日、内藤選手はデビューするのですが、天山選手の付き人を始めたのもこの時からです。平沢光秀氏からそのことを伝えられ、前任の吉達選手から引き継ぐこととなりました。始まった付き人時代に内藤選手は何を学んだのかといえば、内藤選手は天山選手に何かアドバイスをもらうことはせず、天山選手も内藤選手に対しああだこうだ言うことはなかったそうです。しかし、いい動きしてたねなどの褒められることはあったのだとか、人それぞれあると思いますが、ここまで何も言わないのも珍しいのではないでしょうか。では付き人として苦労したことはあるのか。これに内藤選手は基本的になかったと語るものの、天山選手はかなり丈夫で通常の何倍ものキャリーケースを使用しており、ただでさえ重いのにもかかわらず取っ手が壊れており、常に抱えていなければならなかったことが不満だったといいます。ごめんな、すぐに帰るからと言ったものの、付き人を卒業し、2009年の内藤選手が海外遠征に行くまで、天山選手のキャリーケースは変わることはありませんでした。付き人時代の失敗は特にないと語った内藤選手が唯一気にかけていたことがあります。それは天山選手の怒りのスイッチがいつ入るのかだけは常に恐れており、実際うるさいといきなり怒ったこともあったことから、知名度のある天山選手にファンが寄ってきた時はその群衆を整理しつつ、怒り出したらどうしようとヒヤヒヤしていたといいます。内藤選手は怒られたことはなく、天山選手も優しい人なのですが、その心配だけは拭えなかったそうです。怒りさえ収まれば普通の会話に戻る、そのスイッチのギャップは天山イズムかもしれないし、ロスインゴベルナブレスデハポンの原点は天山選手にあり、その制御不能な部分も猛牛譲りかもとにやりと笑いながら語っていました。天山選手と内藤選手はかなり良好な関係性を築いていたようですね。頻繁ではなくともご飯に連れて行ってもらい、二人でいる時には自身らの試合内容はもちろんのこと、もともとファンである二人はプロレストークに花を咲かせていたのだそうです。しかしそんな関係も内藤選手がロスインゴに加入して一転、2015年 G1 クライマックス通算最多出場最多勝利記録を持つ夏男に、内藤選手は天山はもう終わってるとまさかの一言、2年半も身の回りの世話をしてくれた愛弟子の口から発せられたコメント、新日本の公式サイトに掲載された記事を見た瞬間、猛牛の怒りは頂点に達し、大会直前会見からあのクソガキだけは許さへんと言い続けていました。試合中も目の色を変えて立ち向かい、左足を攻められてもひるまず頭突きで攻勢に転じ、最後はアナコンダマックス全盛期を彷彿させる動きで勝利すると大歓声が降り注いでいました。恨みを晴らした天山選手は試合後も興奮気味で声を上ずらせながら、舐めとったら終わりよ、あのクソガキが100年200年1000万年早いわと吐き捨てていました。一方、ブーイングも意に介さない内藤選手は、客も喜んでたならよかったじゃん、お疲れさん、帰ろうかなと気のないセリフを口にしていました。その4年後には膝の負傷で欠場していた天山選手も、復帰戦でぶつかった内藤選手10人タッグ戦に出場し、先発は天山内藤のマッチアップ。天山選手や猛牛使いのマタドールのように
ジャケットを翻す挑発を行った内藤選手は、モンゴリアンチョップを見舞い、唾を吐きかけました。激怒した天山選手は、モンゴリアンチョップ3連発でお返し、ラリアット、ブレーンバスターと畳みかけ、意地を見せました。試合は敵の真田選手が、タイガーマスク選手に勝利、敗れはしたものの、久々の天山選手のファイトに、後楽園は沸きました。試合後、内藤選手らロスインゴ勢に対して、唾なんか吐きやがって、このクソったれが、と、怒りは収まりませんでした。バチバチやり合っていた2人も、内藤選手は41歳、天山選手は52歳となり、コンディションに悩まされながらも、シリーズを戦い抜いています。故障箇所の痛みに歪む表情、万全ではない動きを見ることも増えました。ベテランの待遇が騒がれる中、自身らの必要性を主張し続けた真壁、タイガー、天山組はネバー6人タッグの挑戦権をつかみました。内藤選手もこの試合を見ていたらしく、ベテラン勢の戦いぶりは果たしてどのように映っていたのでしょうか。大会前の煽り VTR を見たという内藤選手は、あれを見たら試合への興味は湧きましたよね。3人の主張も分かったし、じゃあ今その3人がどれだけできるかなっていう興味はあったんですけど、実際試合を見たらやっぱり差は感じましたよね、と語り続けて、やっぱり試合数って大事だなって思いました。試合をしてないと感覚とかも鈍るし、体力的な部分以外でもちょっと差を感じましたね。普段から頻繁に試合をしている選手とそうじゃない選手だと、やっぱり違いは出てしまうんだなっていうのは改めて思いました、と見解を示しました。同じ第三世代の永田選手と小島選手は他団体で多く試合をこなしています。その2人と比べた天山選手はどう映っていたのか。内藤選手は、いわゆる第三世代の3人を見たとき、天山選手は明らかにコンディション面では劣っているように見えますよね。ただファンから一番愛されているのも天山選手なんじゃないかなって思うんですよ。ファン時代に第三世代がちょっとトップに上がっていく過程を見ていたので、そういう意味では個人的に思い入れがあるのは天山選手ですし、多分そういうファンの方が多いからこそ、コンディションは厳しそうでも未だにあれだけのお客様からの声援を浴びるんだろうなって、とファンから愛され続ける理由を語っていました。どこか感情移入をしてしまう天山選手、元付き人としては今思うように動けていない姿を見るのは悲しいところもありますけど、一番悔しいのは本人だと思うので、じゃあどうするかってなったら、動けないながらも何かを変えるのか、試合数が少ない分もうちょっと状態を良くしてから試合に臨むのか、いずれにしろ何か変えないといけないのかなって気はします。現役である以上、年齢だとか怪我であるとかそういうのは通用しないですから、現役である以上そういうものを見せないといけないし、天山選手、真壁選手、タイガー選手を見てきた世代としては、もう一度元気な姿を見たいなって気持ちもあります、と厳しくもファンとしての願いを口にしました。これはどこか内藤選手にも自身と重なる部分があるのではないでしょうか。内藤選手自身やファンもそのコンディションを知っていながら、膝の痛みに耐え、どんな攻撃を食らってもも立ち続ける内藤選手に声援を送らないファンはいないですよね。だからこそ、ファンであり付き人を務めた天山選手への思いが内藤選手から語られたのでしょう。 G1 でジェフ選手に完敗を喫した内藤選手は、自作の権利証を手に 1.4 東京ドームのメインをかけたジェフ選手とのスペシャルシングルマッチに臨みました。 G1 開幕前の海外遠征などコンディションは整わず、 AEW と CMLL に出場するというハードスケジュールをこなした結果、膝の痛みが増し、帰国するときには右膝は90度に曲がらず大きく腫れ上がっていたそうで、さらには右目乗車筋麻痺による見えづらさは慢性的で、そんな状態で G1 を戦い抜いていたのです。逆転の内藤哲也を掲げ優勝し、ジェフ選手にリベンジした内藤選手、引退も完全に見えているという内藤選手にとって、来たる 1.4 が IWGP 東京ドームメインのラストチャンスとなるかもしれません。しかし、もっと長く内藤選手を見ていたい 1.4 東京ドームでは、そう思わせてくれる内藤選手にファンからは最大級の歓声が飛ぶこととなりそうです。いかがでしたでしょうか。今回は
内藤選手の付き人時代、天山選手について何を語ったのかご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。